密度を可視化する製品紹介してもらいます。どのような製品なんでしょうか。はい、こちらの装置ですね、マイクロ波非破壊検査装置といいまして、はい、マイクロ波を使った、密度を可視化する装置になります。どうやって密度が分かるんでしょうか。はい、こちら到達時間をカラーで表示しております。赤いところが早く到達したところ、青いところが遅れて到達したところになります。で、中央部が特に濃くなっているんですが、こちらのサンプル見ていただきますと中央部黒くなっています。この部分というのはカーボンを一部含有させて密度を高くしております。ですのでその部分到達が遅れて、濃く表示されております。で、また右上の部分ですね、この部分ちょっと赤くなっているんですけれども、はい、その部分サンプルに気泡が入っておりまして、層厚みとして薄くなってますので到達が早くなっております。こんな感じで、中の状態をですね、到達時間の違いで密度という形で表示することができます。測るものを壊すことなく密度を見ることができるというのが最大の特徴なんでしょうか。はい、その通りです。はい、なぜ密度を見る必要があるんですか。例えば物を作る場合にいろんなものを混ぜて、作るんですけれども、それが均一に混ざっているかどうかというのを、従来ですと物を破壊しないとわからなかったんですけれども、こちらですと破壊せずに物の密度分布を測ることができます。これからの可能性としては、はい、どのようなところがありますでしょうか。可能性、はい、材料を作られているメーカーさんとかそういったところに使っていただけるんじゃないかなと考えております。